北上バイパスは国道4号のバイパス道路である。北上しざる淵歩道橋付近北上市街地における交通混雑対策のため、北上駅を迂回するバイパス道路として整備され、1974年までに全線が暫定開通。その後も増大する交通量に対応するため、北上拡幅として4車線化事業が進められ、現状で我が側にかかる。 我が大橋を境に、北半分は片側2車線、南半分は片側1車線で整備されている。しかし近年愛沙里地区に、岩手県内にある運動公園では、最大規模となる北上総合運動公園が整備され、各種大会開催時を中心に交通量が一層、急増したこと、さらにその南隣愛里町地区には大規模工業団地が造成されたことから、 南半分も片側に車線化と歩道拡幅の工事が進められており、途中の大抵十字路には歩行者用横断地下道を整備。2005年12月14日には途中の我が大橋も片側に車線化された。現在は金ヶ崎町との境界までの 3.0km 区間について4車線化拡幅が進められており、現在は愛され地区において 用地買収等を推進中。完成共用時期の見込みは公表されておらず、河川国道事務所では円滑な事業実施環境が整った段階で確定としている。当該道路の整備主体、管理主体はいずれも国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所で現在進められる4車線化事業の事業費見込みは約180億円で2030年度時点の 計画交通量は2万7000台、日、費用便益分析の結果、B、C イコール1.6であった。なお、当該区間の実績交通量は、国土交通省道路局平成17年度道路交通センサスによれば、平日24時間交通量で2万6353台となっている。ありがとうございます。